から私は乗船いたします。行ってみましょう。通っている眺めのいい県道海岸道路から、こっちの前通りでくることができます。
中での新曲を見やすく、こんなに薄らせ美しい海岸、プラザメ海岸が合唱しております。また岩浮かんでるわけじゃありませんのでね、この岩は海の中にも続きます。この複雑な海底地形は100巻の魚介類を生み出してきました。こういう左右の岩岩の水際のあたり、くちばしのような白っぽい生き物がたくさん住んでますが、それが天民中の神秘とも言われている。亀の天主という神水産は、ここに美しい景観だけではなく豊かな水産資源を生み出し、この場所独特の文化歴史産業を生み出してきた方も探してみてくださいね。では帰りは速度を上げて帰ってきますので、ここの案内もちょっと聞こえてきました。じゃあ最後はお休みになります。